はようございます。おはようございます。今日も天気がいいです。でも夜は結構降ってんだよね、うん、夜降ってる時あるね。うん、なぜか昼は降らないからありがたいんだけど、今から日本レンタカーのデスク行ってレンタカー借りてこようかなと思います、はい、予約してないんで借りるか分かんないけど、今日じゃないからいいんじゃないの。まあ来週ぐらいに借りれたらいいかなと思ってます、うんうん、じゃあお前と一緒でいい？うん、本当だ、めっちゃ切りやすい、うん、ギザギザがあるやつだ。だいたいパン切り包丁。おう、なんか、硬そうなの。あ、ここは硬い。一緒に焼いた方が良かったかな。ちょっとここ落とすね。じゃあ塗ります。たっぷりめがいいですか？うん、たっぷりめがいい。うん、これ誰の？ね、これこっち好きなのぞ。あ、ほんとこっちがいい。うん、よかったね、じゃあ今日食べといて。ね、あ、いいじゃん。こんな感じになりました、はい、アボカドは乗せられました。ウルフギャングエクスプレスで、はい、ちょっと余分にもらってきた。うん、そうね、うん、ちゃんと食事して、そうそう、食事して、うん、ポテチのに使ったんだけど、うん、その残りをいただきました。最後にポテチを、うん、探す。 ABC で買ってきたね、はい、あ、いいポテチを。いいポテチね。これだけで5ドル。おー、6ドル近く。6ドル近くしたね。600円ぐらいする。ん？ん？何何？うまい。びっくりした。グルテンフリーだそうです。めっちゃ分厚い。グルテンフリー何でできてんだ？ポテチじゃない。ポテトだから。うん、ポテトってもともとグルテンなんてあんの？それはなんか日本の味噌汁の味噌みたいにそもそも無添加なのに無添加で。じゃあ食べましょうか。うん、どうぞ食べてみてください。はい、じゃあポテチからとか言って。ポテチ美味しいね。うん、すげえ厚切りで美味しい、これ、うん、塩コショウ味。うん、ね、じゃあこれいただいていいですか？うん、よいしょ、いただきます。どうぞどうぞ。プルプルした、今、うん、美味しい。うん、これ食べたろ。うん、ポロ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 。あ、うん、おいしい。うん、トロトロ。うん、うん、トロトロ。おいしいね。うん、うん、合う合う。うん、すごく合う。うん、おいしいで、おいしいです、うん、天気がいいです、うん。
too. Yeah.アウトリガーオンザビーチにあるサンライズシャックっていうカフェかな、あれかな、入って左かな、これか、あったサンライズシャック、前もここカフェだったよね、変わったんだね、ここカフェだよ、確かコーヒービーンかなんか買ってた気がする、あ、思ったより空いてんじゃん、マグが可愛い、来ました、ここな トロピカルか、トロピカルボールのラージ、ラージミドル追加でラージになります、なんだろう、黄色いの、何が黄色いの、なんでしょう、買ってください、トロピカルだからパイナップルかな、パイナップルかな、これがバナナかな、見えるこれ、見えるよ、これバナナ、パイナップル、ココナッツ、グラノラって感じだね、やっぱパイナップルっぽいね、いただきます、パイナップルだ、パイナップル、うん、ベースがあのアサイーボールの、アサイーのベースがパイナップルになってるっていう感じ、なんかあっさりしてる、うーん、甘い、あんまり甘くない、あ、いいね、自然な甘さなんか、美味しいね、シャーベットっぽい、パイナップルシャーベット、こういう感じ、タレが甘くて美味しい、あ、ちょっとちょうだい、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 これを、パイナップル、普通にパイナップル、はしごですね、あ、いい匂いする、あらららら、トップの、はい、結構流行ってるね、ね、結構ね、まだ並んでるの、結構お値打ちなんですよ、これすごいボリュームあって、まあ、9ドルです、相変わらずお箸でわかるかな、箸の長さと同じぐらい、でこれがクーポン使うとキムチが、ささやかなキムチ、ささやかキムチが、ね、でもいいよね、キムチ、いや、ちょっとこれ1ドルだから開けてくれる、1ドルだけお得になります、そうですね、はい、じゃあいただきましょうか、いただきます、今回ビーフ、はい、ビーフ、おー、結構分厚い肉が、一応照り焼きソースとスパイシーソースかけてもいいって聞かれるから、スパイシーがダメな人は、ノースパイシーって言えば多分照り焼きソースだけかけてくれます、これは結構スパイシー、あ、本当？肉柔らかい、どれ、じゃあお肉をいただきましょうか、いただきます、辛いのかかってる、肉めちゃくちゃ柔らかい、これ美味しい、あ、ほんとだ、ホロホロしてるね、ホロホロ系の、はい、俺の好きな感じのホロホロ系、スパイシーソースはね、辛いの苦手な人はね、無理かもしれん、あ、キムチうめえ、ほんと、これはいい、キムチも辛い、そうか、ちょっと辛いのが苦手な人は、ノースパイシーって言えば大丈夫です、日本語は通じませんでした、韓国人っぽかった、韓国人っぽいそうです、店員さんは、美味しいです、これはいい、安くてうまい、だから流行る、めっちゃまだ並んでる、はい、いい、マヨビーン、簡単にいろんな調味料が入ってて、あって勝手に持ってきて勝手にかけていいみたい、
よし、マヨかけました。はい、マヨメイヨちょっと味変。トップで美味しかったです。できればハーフ&ハーフがあるともっと良かったかな。なるほどね。でも先日この3品しか行った、うん、すごいね。今後増えるかもしれんけど、一応ねビビンバもなんか、うん、なんかでも今見たけどさ、うん、ビビンバあれっぽくない。まあよかったらぜひ、はい、肉もゴロゴロ入っててお値打ちでした。ビビンバ10ドルだ。はあ。ユーロ酒を買ってきました。わー、まあ、これは日本でも買えるマリブだよね、うん、ココナッツリカ、うん、甘い。これはあんま日本で見ない、メイドインハワイなのかな、ちょっとわかんない。セイラージェリーっていうメーカー、うん、これもあんま日本で見たことないんだけど、マーカーズマーク、メーカーズメーカーズマーク見たことある、日本である、ある。でこのジャック・ダニエルのテネシー・ハニーってこれが美味しいんですよね。うん、すみません、ちょっと飲んじゃってました先。これ日本で売ってないんだよこれ、めっちゃ探したんだけど、なんか見ないよね。情報提供お待ちしてます。これがね美味しい、うん、甘くて美味しい。何飲む？どうしよう、これは気になるんだけど。それ開けようか。じゃあ 46% アルコールだけど大丈夫？うん、じゃあ開けてください。はい、こうね、 ABC とかハワイのコンビニ、このミニボトルが売ってて、これがいいんだよね。ちょっといろいろ飲みたい時にね、一瓶あたり4ドルぐらいで買えるから。うん、はい、ちなみに A チップスもまた買ってきました。好きなやつ。 A チップスだらけです、我が家は。はい、じゃあ入れます。入れてください。ストップ言っていい？もう半分がいいよ。うん、飲むかな、うんうん、はい。夏希さんは水割りのようです。はい、じゃあ乾杯しようか。はい、乾杯。いただきます。いい香り。おう、どうですか。うん、美味しい。美味しいですか。うん、香りがいい。うん、いい匂いするね。うん、うんうん、美味しい。うん、結構水割りでも美味しいです。うん、あー、買っときて美味しいね、これ。やっぱ46度だと結構パンチがあっていいね、うん、46度。うん、すごいね。これぐらいパンチがないとさ。そっか。あー、いい。ちょっとでも明日運転があるからほどほどにしとこう。そうだね、残ったらいいか。また別の機会に他のウイスキーも飲んでみたいと思います。はい。